上鴨橋上鴨橋は京都市北区の鴨川に架か,かる源井通りの橋である。上鴨橋東爪橋場よりみその橋と北山大橋の間に位置する。また橋に沈めの南西すぐ源井通りとの交差点は新町通の起点となる。かつて北区大北山の連下国家相場が稼働していた頃には早々の列は上鴨神社の参道たるみその橋を渡らず、迂回して、 この上鴨橋を渡ったとされる。現在の橋は1970年に仮設され、橋長は73.3メートル、有効福員は12メートル。片側1車線の車道及び、その外側に歩道が設けられている。左岸の上鴨や宝ヶ池方面と、右岸の市地区地域をはじめ、市内中心部方面を結んでいる。約590メートル北側にあるみその橋が、 しばしば渋滞を引き起こすことから、抜け道としても利用されている。上鴨橋から青い橋までの鴨川右岸は、京都市の広域避難場所に指定されているほか、上、五霊神社で5月18日に行われる、お玉祭りでは、橋に沈めまで御しが巡行する。製造口は、京の七口の一つで、上鴨橋の南方約 1.5km、新町2と倉間口通りの交差点付近に、 存在していたとされる。しかし、1719年に刊行された、京都五百所向き大外覚書絵描きの書中に、鴨川堤石垣松並所川幅のこと大宮の渡り寄り製造口まで、まかず308件と記載されている。大宮の渡りとは、味噌の橋を指す。そこから308件離れたところは、現在の上鴨橋付近であり、この場所にも、 製造口が置かれていた可能性がある。ちなみに、1922年に即図された、大日本帝国陸地測量部の位置、25000地形図、京都東北部では、名称は記載されていないものの、現在の上賀橋付近に橋が存在している。右岸周辺に集落が、全く存在しない一方、左岸北方には広域にわたって、居住地が描かれ、古来より上賀橋周辺が、 京都中心部と上賀もを結ぶ街道途中にあったことを示している。ありがとうございます。